キクローゼン整理第71回へそくり発見、古いお札や貨幣のことも、親の遺品整理もありますが、孫が祖父や祖母の遺品整理をする場合もあります。あるお宅で男子高校生 K 君が父親から祖父の古書を好きに処分してもいいと言われました。K 君が古書店に持って行って小遣いにしようとパラパラ本を見ているときに、本の間から茶色の封筒が出てきました。開けてみると1万円札が3枚入っていました。多分これは祖父のへそくりでしょう。本に挟んでおくのは巧妙な隠し場所かもしれませんが、忘れてしまったり家族が気づかなければ廃品回収でゴミになるか、古書店で発見されるかもしれません。他にも遺品整理をした多くの人から、物を片付け始めるとあちこちから現金が出てきたという話を聞きます。ただし大金は稀で、千円札数枚や5000円、1万円くらい。きっとしまったまま忘れてしまったのでしょう。それこそへそくりだったのかもしれません。へそくりも新しいものから古いものまであるようで、先代の遺品が残っていたのかと思うような古いお札や貨幣が出てくる場合もあります。40代の女性 D さんの祖母の茶ダンスの引き出しから、ふくさに包まれた霧の箱に入った板垣退助の100円札や岩倉朋美の500円札、伊藤博文の1000円札がそれぞれ何十枚。他にタバコのピースの缶に50銭や10銭、5銭、1銭など硬貨がぎっしり入ったものもありました。大正生まれでタバコの実の祖母の貯金箱だったのではないかと D さんは思っています。古い紙幣が銀行で両替、自分の口座に預金できるかどうかは、日本銀行の現在有効な銀行券をインターネット、リーフレットで確認してください。D さんが見つけた紙幣は有効ですし、古いもので1889年発行開始の竹之内の宿根や二宮尊徳の一円券も有効です。ただし、額面通りの扱いです。古いお札だからそれなりの価値が出ているのではないかと思う人は、ネットオークションで調べてみるのも良いでしょう。一般的な価値を自分で調べる資料としては、日本貨幣商協同組合編の日本貨幣カタログ年に1回発行があります。ここには写真と発行年などの詳細とともに、グレード評価として未使用、備品、波品など5段階に分け評価額が示されています。他には百貨店のコイン売り場などで鑑定してもらうこともできますし、買取をしてもらえる場合もありますので、相談してみてください。我が家の歴史として残すか、手放して現金にするかも、この機会に考えてみてください。第71回キクローゼン整理終わります。